レースシグナルトラッキング成功。指定された座標へ到着しました。ふまオルトにしがみついてる人数が多すぎて俺様潰れちまいそうなんだぞ。腕に2名、背中に2名、さらにはグリムを抱えながら危なげなく飛んでいるなんて恐れ入ったよオルト。だが一刻も早く下ろしてくれないか。どこから見ても無様すぎる。こんなところを誰かに見られたら夢の中とはいえ耐え難い。とりあえず誰かに見られる心配はないと思う。だってうん、僕としても早く下ろしてあげたいところなんだけどね。だがずっとオルトにしがみついているわけにも。うん、少し待っていてくれ。ソラ。おお、海水が凍りみるみるボートができていく。人数分の座席まであるぞ。いいアイディアだなジャミュ。では俺は海を。はっ。これくらいのサイズがあればボートに全員乗っても大丈夫そうだ。よし、貝ができたぞ。柄を握るときに冷たいがないよりはいいだろう。さすがは2年生の先輩たちだ。頼りになるね。全員抱えて飛んでいるお前ほどじゃないさ。よし、ボートの上に下ろしてくれ。氷の船で肉球が凍っちまいそうなんだぞ。コバン、俺様を膝に乗せろ。よしよし、さすが子分なんだぞ。おい監督生、あまりグリムを甘やかすな。それでどうして僕たちは急に海の上に放り出される羽目になったんだ。見渡す限り海で陸地も見えない。夢の主はどこにいるのだろう。海といえば思い当たる人物が数名いる。そしてその全員に共通するのは。なんだ、ボートに何かがぶつかったぞ。うわー、グラグラするんだぞ。海に落ちちまう。ボートの下に巨大な冷素反応あり。猛スピードで再び接近中。このボートを転覆させようとしているのか。まずい、このままじゃ。息ができねえんだぞ。落ち着けみんな、敵の襲撃に備えて。うん、水の中なのに普通に声が出ている。本当だ、呼吸ができるぞ。体が巨大なシャボン玉のようなものに包まれている。これは魔導ナノマシンで作られたエアドームだよ。イデア先輩、魔導ナノ何なのだそれは。平たく言うとすごく小さいロボットが合体して作り出してる潜水用カプセル。今回の夢は潜水が必要になる可能性が高かったから水中装備の情報をすでに用意してあったわけ。座標指定してるのはこっちだしね。助かった、これでボートを襲ってきた生物と戦える。あ、前方10メートル先に冷素反応あり。体長およそ4メートル。あの大きさ、ボートを転覆させたやつに間違いない。4メートルだと、かなりの大物だ。魔法で確実に仕留めるぞ監督生。君は下がっていろ。さあいつでも来るがいい。
も襲ってこねえんだよぞ。確かに10メートル先に反応はあるんだけど、さっきからピクリとも動かない。仕掛けてこないのならこちらから行かせてもらおう。慎重に間合いを詰めて。はあ、ダリー。この声はどこかで聞いたことがあるような。面白そうなことが起きたと思ったのに、ただの陸の人間か。フロイド？俺のこと知ってんの？なんか陸の人間ってみんな同じように見えて。俺はジャミル・バイパーだ。同じ2年でバスケットボール部所属だっただろう。なんかそういえばそんなやつも学校にいたかも。まあどうでもいいや。もう陸に興味ねえし。フロイド氏ってこんなキャラだったっけ？どうだろう、かなりの気分屋だという情報はあるから、今は気分がローナだけかもしれないよ。ナイトレイブンカレッジの記憶はあるみてえだな。フロイド、アズールやジェイドはどうした？いつも一緒だろ。別にいつも一緒じゃねえけど、アズールはなんか仕事がうまくいってモストロラウンジの店舗増やすとか言ってたかも。まだ陸にいるんじゃね。ジェイドは多分アズールと一緒なんじゃねえかな。知らねえけど。お前は一人で海に戻ってきたのか？だってつまんねえから。つまらない？君はモストロラウンジの幹部の一人だったよな。事業が成功したなら君も喜ばしいんじゃないのか？だって何やってもうまくいくんだぜ。はあ、俺さ、陸には海にいないような面白いやつがいっぱいいるんだと思ってたわけ。でもみんな弱くて噛み応えのない雑魚ばっか。どいつもこいつもアズールにあっさり騙されちゃってさ、イソギンチャクももういらねえよってくらい手に入ったし、あっという間に2号店3号店も開店して。アズールにあっさり騙されてという不穏な発言が気になるが、順風満帆ではないか。何が不満なのだ？アズールにあっさり騙されてという不穏な発言が気になるが、順風満帆ではないか。何が不満なのだ？何っていうか全部がつまんなくって、もうどうでもいいやってなっちゃって。で、俺一人で世界一周の旅に出たんだけど。旅行は気分転換に最適だというデータもあるし、いい選択だね。どこへ旅したの？最初は奇跡の国、好きな服のブランドの本店があったから本店行って服見てたら、急に偉そうなおじさんがファッションショーに出ないかって俺に声かけてきて、面白そうだからショーに出たら終わった後のおじさんがブランドの専属にならないかって誘ってきたんだよね。なるほど、確かにフロイドなら人気のモデルになれそうだ。でも専属になるとそのブランドの服しか着れないじゃん。それはつまんないから断った。つまらない、そういうものか。そうだよ。で、奇跡の国で服買いまくったから金がなくなってバイトでもするかって陽光の国に行ったの。そこで労働するんだ。拙者なら一生働きたくないけど。その部分だけ妙にリアリティがあるな。そしたら結構名の知れたレストランがバイト募集してたから応募して、面接受けに行ったら飲食経験者だからすぐ採用されたのね。3日くらいしたら俺がまかないで適当に作った飯をシェフが超気に入ってさ、客にも出したいって言うから好きにすればっつったんだけど、なんかそのメニューがすげえ受けちゃったらしくて店が大行列。行列ができるくらいうめえなら俺様も食べたいんだぞ。どんなメニューだったんだ？忘れた。うん、
看板メニューにするからレシピ教えてくれとか、スーシェフの席を用意するとか言われたんだけど、適当に作った料理のレシピとか覚えてるわけなくね。別にコックになりたいわけでもねえし、俺はその時に食いたいものを適当に作ってるだけだもん。めんどくさくなったから別の国に行くからやめまーすっつって次はネッサの国に向かったんだよね。もったいねえ、飯がうまいレストランで働いたらうまいまかないが食い放題なのに。ネッサの国には何を求めて行ったんだ？砂漠っていう砂でできた海があるって聞いたから見てえなーって思って、街で背中にコブついた変な馬みてえなやつ借りてさ。コブのついた馬、もしかしてラクダか？ああ、それそれで、そいつに乗って砂漠歩いてたらなんかでっかい洞窟があって、面白そうだから中を探検したらそこで黒くてツヤツヤのティーポットを見つけたんだよね。ティーポット、それはまさか。ジェイドが紅茶入れるのに良さそうだったから持って帰ろうと思って砂を払ったわけ。そしたらなんか赤くてでっかいゴーストみたいなやつがポットから出てきてさ。やっぱりそれは魔人を閉じ込めた伝説の魔法のランプだ。そうそう。で、ああこれ赤いか先生の授業で習ったやつじゃねえって気づいて。偶然魔法のランプを見つけるなんてとんでもない幸運だな。魔人は願いを3つ叶えてくれると言わなかったか。うん、だから俺1つ目の願いはミントシロップが効いた冷たい炭酸ジュース、2つ目の願いはミルクとレモンのジェラートをダブルで、最後の願いはネッサの国で一番うまい屋台料理を食べさせてってお願いしたんだよね。そんな子供のおねだりレベルのことを魔人に。ネッサの国の砂漠に眠るランプの魔人といえばコソドロを本物の王子に変えられるほどの力を持った存在のはずだろ。あ、だって暑かったし腹減ってたんだもん。うん、もったいね。全ての行動が濃直すぎる。その後は夕焼けの草原行ったり、バラの王国行ったり、茨の谷に行ったりしたんだけど、どの国のやつもみんな弱そうでなんか退屈だったな。うん、それは聞き捨てならん。他の国はどうだか知らないが、茨の谷は誇り高く精悍な妖精が数多くいたはず。何より茨の谷には現女王のマレフィシア様と次期当主マレウス様がいらっしゃる。弱そうに見えるはずがないし、貴様などに負けるわけがない。は？庶民の俺がいきなり女王様や王子様に会えるわけないじゃん。え？つうか急に城に乗り込んで戦い挑むとかただのヤバいやつだろ。バカなの？なぜそこで急に常識的な思考回路になる。まあフロイド氏は道場破りして看板集めるタイプの格闘家とか、ひたすら強さを追い求めるバトル漫画の主人公キャラじゃないしね。ってわけで陸に飽きちゃったから海に戻ってきたんだ。別に海にも面白いことはないんだけどさ、さっきは海面の方が騒がしいから久々になんか面白いことがあるかもって見に行ったんだけど、ボートをひっくり返してみたら結局知ってるやつらだし。貴様、興味本位で僕たちのボートを転覆させたということか。なんと迷惑だ。はなんか面白いことねえかな。おい、無視するな。おい、無視するな。はあ、うっざ。もうお前らと話すの飽きたし、どっか行ってくんね。は、はあ、あ、飽きた。うん、こちらに興味をなくして海藻とともに左右にそよぎ始めてしまった。なんと無礼なやつだ。僕たちを完全にバカにしている。それを君が言うのかという気持ちもあるが、フロイドのやつ動かねえから餌と勘違いされて魚についばまれてるんだぞ。人ってあそこまで無気力になれるんだね。無気力、なるほど、そういうことか。あ、フロイド氏はこの世界に対して壮絶な飽きが発生してるんだと思う。飽き？
遊びや勉強に飽きるというのなら理解ができるが、世界に飽きるとはどういうことなんだ。マレス氏の夢の中ではネガティブな展開が排除される傾向にある。フロイド氏の夢でも同じように、負けるとか失敗するっていう展開が排除されてた可能性が高い。現実だったら興味の赴くまま無計画に行動して全部がうまくいくなんてありえないでしょ。うん、それどころか綿密なシミュレーションをしていても突発的な事象により計画外の結果に陥ることは多々あるよね。なのに話を聞く限り全ステージノーミス、ノーダメでパーフェクトクリア状態。オレ杖展開って爽快感があるけど、連続しすぎると垂れてくるモルハの剣なんだよね。フロイド氏がああなっちゃうのも分かる気がしますわ。飽きか。確かにあのフロイドならより一層ありえるな。バスケでも味方チームが点数を獲得し続ける一方的な試合になると、プツンと糸が切れたようにやる気をなくすことがある。逆に形勢逆転が不可能なほどにこちらが劣勢でも、あいつだけはハイテンションだったり、目の前に立ちはだかる壁が大きいほどやる気が湧いてくる。その気持ちは俺にもわかるぞ。シルバーと違って毎回そうとも限らないのがフロイドの扱いの難しいところだ。弱い相手をいたぶるのをとことん楽しむこともあれば、強い相手に立ち向かうことを最初から放棄することもある。全ては気分次第なんだよフロイドは。だからあいつの投入タイミングにはバスケ部の監督も頭を悩ませている。マレウス様の魔法領域の中では幸せな夢を見るはずだが、今のフロイドは全く幸せそうには見えない。マレウスさんの作り出した夢の世界は対象が望む快楽を与えるものだと思っていたけど、本質的には対象が望まない不快、悲しみや怒りを排除するシステムなのかもしれないね。失敗や敗北が回り回ってハッピーエンドにつながることもある。逆に成功や勝利がバッドエンドのきっかけになることもあるだろうしね。いかにマリウス氏がドチートとはいえ、そこまでの予測や制御はできないのかもしれませんな。となればシステマチックに不快な感情の徹底排除を選択するしかない。それでもって今回は運営の提供するシステムがユーザーのプレイスタイルに合致してなかったパターンだ。これが現実のゲームならノットフォーミーってことでアンストすればいいだけだけど、この夢からは逃げられない。だからもうフロイド氏はプレイすること自体を放棄してるんだ。そっか。じゃあ兄さんもあの時覚醒してなかったら今頃フロイドさんみたいになってたかもしれないね。どうかな。積みゲーと積みプラムを消化するだけでも数年は飽きずにいた可能性もなくはない。で、拙者の話はどうでもよくて、とにかくフロイド氏をどうやって起こすかだよ。とりあえず強いショックを与えてみるのはどうだ。シルバー、おめのアイディア毎回それじゃねえか。君、顔に似合わず案外荒っぽいんだな。いや、そのすまない。正直にお前は今夢の世界にいると打ち明けてみるのはどうだろうか。フロイドがそうあっさり信じるとは思えねえんだぞ。だが奴はこの夢に飽き飽きしているのだろう。であれば現実の世界にこそ魅力を感じる可能性はある。確かに現実のフロイドは俺が知る範囲でも負けなしの男ではない。エペルさんの時のように現実を突きつけるってことだね。なら頼りになるのは上級生の先輩たちだ。よろしくお願いします。わかった。どこまでやれるかわからないが、とにかく真摯に語りかけてみよう。フロイド、少しいいだろうか。あ、何、クラゲちゃんたちまだいたの？俺が今からする話は全て真実だ。落ち着いて聞いてほしいフロイド。今お前が見ている世界は現実じゃない。全てマレウス様が作り出した夢の世界なんだ。はあ？俺たちはこの歪んだ夢から覚醒すべく仲間を集めている。どうかお前も俺たちの仲間になってほしい。
急に何言ってんの？あ、もしかしてうさんくさい石板とか怪しい魔法石を売りつける系のやつ？シルバーさんの言ってることに 100% 嘘はないんだけど、あまり親しくもない元同級生が突然故郷まで訪ねてきた挙句にそんな話をされたら、拙者も 100% これは怪しいものを売りつけられる展開って思う。ああ、お前に何かを売りつけるつもりはない。突拍子もない話で驚いたと思うが、お前自身少しこの世界に違和感を覚えているんじゃないか。違和感って？よく思い出してみてほしいんだが、お前はそんなに何でも負けなしの男じゃなかったはずだ。ああ、俺の記憶ではお前はナイトレイブンカレッジの入学式の日にすでに敗北を経験している。入学式？俺はあの日、学園長の挨拶の途中で突然の眠気に襲われ、船を漕ぎ始めてしまった。そういえばあの日の学園長は絶好調だったな。話の長さに俺もあくびを我慢していたよ。だが重要かつ記念すべき式典だ。同郷であるマレウス様やリリア先輩に恥をかかせるわけにはいかない。俺は必死に睡魔と戦っていたが、陥落は目前だった。もうダメだ。俺が意識を手放しかけたその時だ。突然近くで大きな爆発音が聞こえ、同時に炎に包まれながら空中を飛んでいくお前が見えた。え？俺が空飛んでったの？ああ、俺はもう本当に驚いて完全に目が覚めた。おかげで眠ることなく入学式を終えることができ、お前には本当に感謝している。はあ？全然記憶にねえんだけど、誰が俺をぶっ飛ばしたわけ？リドルだよ。リドルってちっちゃくて赤いあの金魚ちゃん？ああ、2年生であの日の騒ぎを覚えてないやつはいないだろうな。お前に追撃をしようと暴れるリドルは必死に押さえつける教師たち、鏡の間に響き渡るほどの大声で笑うジェイド、そして完全に他人のふりをしていたアズール。フロイド、おめえ一体何やったんだぞ。だから知らねえって。マンタ先生の話はすげえ長くてだるかったけど、俺いい子にしてたもん。同じ部活になったリドルに後から話を聞いたんだが、お前は急にあいつの髪を掴んで赤いのに熱くないと言ったらしい。リドル先輩の髪を？あの鬼教官相手になんて命知らずな。へー、何それ、ウケんね。作り話なんだろうけど、退屈な入学式よりそっちのが面白そう。っなんだこれ、頭が痛い。あ、これはもしや夢よりも現実に面白みを感じたことによって夢の世界が崩れかかっている。もっと現実の方が面白そう、そっちの方が良かったって思ってくれれば目が覚めるかも。なんだこれ、頭が痛い。あ、これはもしや夢よりも現実に面白みを感じたことによって夢の世界が崩れかかっている。もっと現実の方が面白そう、そっちの方が良かったって思ってくれれば目が覚めるかも。おい貴様ら、他にもっと奴が面白がりそうな話はないのか。あ、3年生と合同の防衛魔法の授業で軽くあしらわれてたの見たことある。もっと具体的に。模擬試合でケイト氏と当たって、弱そうな奴には興味ねえんだけどとか言ってナメプしてたら、ユニーク魔法で返り討ちにあってた。確かに俺のユニーク魔法と花大くんが増えるあの魔法はめっちゃ相性悪そう。それからもマレウス氏とかレオナ氏とか
拙者なら絶対絡みたくない相手に挑んで負けてるところばっか見た。バスケットボールの練習試合でも俺のマークを振り切れたことはほぼないな。パワープレイこそ光るものがあるが、力押しだけじゃどうにもならないのがバスケだ。その退屈な話、耳にタコができるくらい聞いたことはある気が。しかも1年生の頃、どうしてもダンクシュートを習得したいと夜に体育館に忍び込み、夜通し練習したことでバスケットゴールを2つ叩き寄ったのは部内での語り草だ。そして罰として学園長に1週間の体育館掃除を命じられていたぞ。なんだよそれ、その話に出てくる俺バカすぎね。でも何でも簡単にできちゃうより面白そうかも。期末テストの時も俺様と子分に出し抜かれてたんだぞ。おめえらオクタビネルがインチキ契約してコンボロ料を奪ってモストロラウンジの2号店にしようとしやがった。でも俺様たちの活躍でおめえらの計画は大失敗。いい気味だ。嘘だろ、こんな弱そうな小エビちゃんたちに俺たちが負けるわけが。期末テスト？そうだ、あの時俺らはすげえポカやってアズールが知らないはずなのに知ってる。なんだよこの記憶は。そうだ、あの時俺らはすげえポカやってアズールが知らないはずなのに知ってる。なんだよこの記憶は。この連鎖反応は現れたな、闇目。こんなところにいたんですね。探しましたよフロイド。話は聞かせてもらいました。やれやれ、嘘をつくにしたってもっとまともな嘘をついてほしいものだ。お前は俊敏な泳ぎと鋭い牙で獲物を捕らえる捕食者、ウツボの人魚。暗闇で光る金色の目を見ただけでサメもシャチも震え上がる。そんなお前が陸の人間に負けるですって？ありえません。陸の人間のつまらない言葉に耳を貸すのはおやめなさい。ジェイド、アズール、フロイド、彼らに近づくな。もっと深い眠りに引きずり込まれてしまう。彼らを蹴散らすのは簡単ですが、きっとエビを追い払うよりも退屈です。さあこちらへ、一緒にもっと楽しいことをしましょう。楽しいこと？今日はあなたのやりたいことに何でも付き合いますよ。ナンパ船でサメと取っ組み合い、恋に悩む人魚をそそのかして人稼ぎするのも悪くない。つまらない陸のことなんか忘れて楽しくやっていきましょう。これからもずっと三人一緒に海の底で。三人一緒。ああ、なんて素敵な生活。これ以上何を望むというんです？言わねえだろ。え？そんなつまんねえことお前らは絶対言わねえだろ。誰だよてめえら。その顔でその声で気持ち悪いこと言ってんじゃねえか。
目が覚めたのか。闇の還元を自ら拒絶するとは。本物のジェイクだったら俺の失敗談とか全部聞き出そうとするし、いくらアズールが息するみたいに嘘つくやつでも、行くがつまんねえとか、3人でずっと一緒にいいとか絶対に言わねえわ。乗り気じゃないならついてこられないなら構わず置いていく、それが俺らのルールなんだ。それなのにさ、お前らマジで決めえし、ムカつく。ナンパ船の隣に沈めてやるや。フロイド、どうして。僕たち親友でしょ。チッ、最後までうせえな。二度とそのつろみせんな、ザコ。尻尾をナンパ船に叩きつけて破壊している。怖すぎ、近づきたくない。誰か声かけてきて。ジャベル氏、同じ部活でしょ。ほら。は？どうして俺が。え、じゃあ下級生である僕たちに行けっていうの。はあ、仕方ないな。フロイド、君が早々に目を覚ましてくれて助かったよ。ああ、お前らもさっきからちょろちょろうぜんないけど、締められてんの。俺今すっげえイライラしてんだよね。逃げよう、コマン。あいつ目がマジなんだぞ。監督生の言う通りだ。少し落ち着いて俺たちの話を聞いてくれ。君やリリア先輩の送別会でマレオス先輩の魔法に巻き込まれたことを覚えているか。あ、そういえばなんかメンダコちゃんの送別会に行った気がする。あれ、じゃあなんで今俺海の中にいるの。それについては僕が説明するよ。この動画を見てくれる。何これ、面白い。ってことは俺たち今夢の中にいるの。ウミウシ先輩やっべえ。そうなんだ。だからお前が世界に飽き飽きしてしまうほど全てがうまくいっていた。へえ、なるほど。ん？ってことはここだと俺が望めば何でも叶うの。うん、ある程度強固なイマジネーションが必要だけど。じゃあ学園のメインストリートに行きたい。砂漠のオアシス、モストロラウンジ。やべえ、これめっちゃ楽しい。おい、遊ぶな。話が進まないだろうが。目が回るんだぞ。ちょ、あんまりここが夢の中だと自覚してる行動は控えてもろて。管理者が飛んできたら困るから。管理者ってことは俺が望めばここに海牛先輩を呼び出したりとか。絶対やめろ。拙者たちのスニーキングミッションを台無しにするつもりか。ちぇー、で海牛先輩の夢から出たいって話だったっけ。ああ、だからフロイド、どうか俺たちに力を貸してくれないか。面白くなってきたからしばらくは夢の中にいてもいいかなって思ったけど、やっぱすぐ飽きそうだし目を覚ましたいかも。思い通りになるのって面白いけどつまんねえじゃん。感謝するフロイド。そうと決まったら、なんかめっちゃ学園に帰りたくなってきた。早いとこ海牛先輩キュッてして帰ろうよ。そうだな、お前の気が変わらないうちに急いで次の夢を渡ろう。次は誰んとこ行くの。ジェイドかアズール。そうだね、次はフロイドさんの兄弟であるジェイドリーチさんを起こしに行くのが最適だと考えているよ。え、ジェイドどんな夢見てんだろう。どうせ山とか登ってるんだろうけど。山、そういえばジェイドリーチさんは山を愛する会という同好会を主催していたね。標高が高い山岳地帯のシチュエーションも想定しておいた方が良さそうだ。フロイドリーチさん、陸用の姿には自分で変身できる？え？ああ、専用の魔法薬があればできるけど、
今持ってねえから無理。ふーん、夢の中だし魔法薬がなくても自由に変身できるはずなんだけど、魔法薬が絶対に必要だという強固なイマジネーションを自力でねじ曲げるのは難しいのかもしれない。となれば、ドリームフォームチェンジ。なにこれ超便利じゃん。ホタルイカ先輩すげー。現実でもこれくらい簡単に変身できりゃいいのに。ねえねえホタルイカ先輩、戻ったらこれ作ってよ。いやコスじゃなくて肉体を変化させる変身は現実だとルール的にかなり厳しいんで、夢の中限定ってことでも同じです。なんだよ使わねえな。そのテンションの急上昇と急降下怖すぎるんだが。そうだフロイドさん、これを渡しておくよ。これ何クリオネちゃん。これはマレウスさんとの最終決戦フィールドへの招待状、なくさないでね。それから旅立つ前に目くらまし用のダミーを置いておかないと。よし、データのダウンロード完了。どう？ステュークスの最新の技術で再現された自分の姿はみんな驚いたり褒めたりしてくれるんだけど。どうって前は自分と見分けつかないくらいそっくりなやつもいたからあんま目新しくはねえかも。そっか、いつもそっくりなジェイドさんと一緒なんだから新鮮さはないよね。いや、ジェイドと俺はあんま似てなくね。え？それってどういう。あ、アルタ、今のは意味が分かると怖い系のやつっぽいから深掘りするのやめとこ。よーし、それじゃあ次の夢に出発しよう。シルバーさん、準備はいい？いつでも行けるぞ。みんな、俺に捕まってくれ。はーい。いつか会った人、いずれ会う人、ミートインアドリーム。レースシグナルトラッキング成功。指定された座標へ到着しました。今度は最初から水の中なんだぞ。よかった、エアドームは問題なく発動しているね。あれ、海の中だ。ジェイドのことだから絶対山の上だと思ってたのに。さっきまでいた場所よりかなり暗いな。てかさ、クラゲちゃんのユニーク魔法やべえね。あれでいろんな人の夢に入っていけるの？いいな、そのユニーク魔法。羨ましい。羨ましい。初めて言われたな。眠っている時にしか使えない、かなり限定的な魔法なんだが。眠ってる時に使えるからいいんじゃん。寝てる間もずっと遊べるってことでしょ。しかも自分には全く思いつかないような変な世界で、それって絶対楽しいじゃん。フロイドらしい視点だな。確かにお前ならこの魔法を使いこなして楽しく過ごせそうだ。もしフロイドがその魔法を使えていたら、他人の夢に不法侵入してめちゃくちゃやって悪夢にするだろうよ。シルバーのような善良な人間が習得してくれて本当に良かったと俺は心の底から思うぞ。おい貴様ら、おしゃべりはそこまでにしろ。何か聞こえないか。いや、俺には何も聞こえないが。ちょっと待てよ、ここってまさか。なんだ。周囲の水温が急上昇中、速やかな退避を推奨します。ドリームホームチェンジ。ぼさっとしてんねん、行くぞ。ふぅ、間一髪。助かった、ありがとうフロイド。君の泳ぎは本当にすごいスピードが出るんだな、驚いたよ。それより
さっきの爆発は一体何だったのだ。ここ多分北の深海にある海底火山だわ。海底火山？意味わかんねえ。海の中に山があんのか？うん。で、さっきみたいに突然黒い煙みたいな熱湯を吹き出すんだよ。黒い煙。海底の熱水噴出口から鉱物を含んだ黒い熱水を吹き出すブラックスモーカーのことだね。ブラックスモーカーの温度は最高400度。しかも硫黄やメタン、重金属など生物には有害な物質を多く含んでいる。そう、噴火は突然だから、退路を塞がれて帰れなくなったり、黒い煙を吸い込みすぎて気分悪くなったりする。サメが住処にしてるナンパ船の墓場よりよっぽど危ねえとか。サメの住処より？本当にそんな危ないところにジェイドがいるのか？夢の主は夢を渡った地点のすぐそばにいることが多い。ジェイドも近くにいるはずだが。突然有毒な熱水が噴き出してくる場所に長居はしたくない。とにかく捜索を開始するぞ。イデア先輩、俺たちはこの装備のままで大丈夫なんですか？エアドームを有毒物質が貫通してくることはないよ。でもそのエアドームにあまり強度はない。さっきみたいな熱水噴出をもろに食らえば破損する可能性がある。わかりました。これは慎重に進まないといけないな。そんなふわふわした風船みたいな玉に入ってないで、みんなも人魚の姿に変身すればよくね。ヒレがあれば水中では身動き取りやすいじゃん。今の姿はあくまで情報。新規で全員分の人魚モデルのボディデータをゼロから構築するのは短時間では無理。しかもフロイド氏と違って他のメンバーは人魚姿での活動経験がない。もしデータを用意できても使いこなせるまでかなりの時間を要する可能性が高いんすわ。確かに俺らも二本足になれるまで結構訓練したし、逆も同じってことか。じゃあしょうがないね。そこはすんなり納得してくれる感じ？いいからやれよ。ほら、敵に詰められるかと。フロイド氏のテンション本当に読めない。では火山の噴火に注意を払いながら周囲の探索を始めよう。了解。じゃあまずは目立たないようにしないとね。フロイド、おめえの体あちこちピカピカ光ってるんだぞ。暗いところでは光ります。本当だ、キラキラしててイルミネーションみたい。小エビちゃんたち、カウンターイルミネーションって知ってる？なんだそれ、なんか必殺技みてえなかっけえ名前。暗い深海でも水深1000メートルくらいまでは少しだけ海面からの光が届くんだ。ほとんどの人魚は水深500メートルより浅いところで暮らしてるから、俺たちより深いところで泳いでる奴らには自分の影が丸見えになっちゃって狙われやすい。だから日照の少ない暗いところで暮らしてる人魚は発光器を持ってて、太陽光でキラキラする水面っぽく体を光らせて擬態してるわけ。それをカウンターイルミネーションって言うんだ。なるほど、海で生きるものならではだな。陸は自分の下には地面しかないことがほとんどだ。自分の姿を他者が下から見るというシチュエーションに考えが至らなかった。興味深いな。一見目立っているようでいてカモフラージュになっているということか。そう、あとは水の中って音が伝わりやすいから声でバレないようにチカチカさせて合図を送り合う時なんかに使ったりもする。ほう、電信符号にも使えるとは便利だな。あとは暗いところに隠れてる獲物を見つけるためにも使ったりね。二度とこいつに海の中で追いかけられたくないんだぞ。だから小エビちゃんたちは俺の上の方を泳いでた方が影が隠せて安全だよ。バクーっていきなり下からサメが出てきたりするからさ。脅かすんじゃねえんだぞ。アザラシちゃん超ビビってんの、ウケる。まあ突然熱水が噴き出してくる海底火山にたむろってるサメなんかいねえけど、
つかここすげえ硫黄臭くて鼻がバカになりそう。さっさとジェイド見つけて帰ろうよ。そうだな、早速探索を始めよう。しばらく探索してみたが、人魚どころか生物の姿すらないぞ。火山活動によって吹き上がる砂やマリンスノーで視界も悪いし、陸上と違って足跡も残っていない。足取りを追うのが難しいな。なあ、本当にジェイドはここにいるのか。硫黄とかいろんなもんが混ざって匂いも全然わかんねえわ。めちゃくちゃ暑いし、もうジェイドは放っておいて次の意味いかない。お前そんなにあっさりと。あっ、前方20メートル地点にレース反応あり。もしかするとジェイドリーチさんかもしれない。でかしたんだぞアルト、行ってみようぜ。見てください、この熱水噴出口、絶えず熱湯が噴き出しているのによく見ると貝が生息しています。どうしてこんな場所で生きていられるんでしょう。僕なら一瞬で湯立ってしまいそうです。ジェイド、探すべきは1マドルにもならない貝ではなく、熱水鉱床に沈殿しているであろう希少な金属だ。分かっていますアズール、ですがゆったりと山の景色を楽しむのもいいものですよ。やっぱりジェイドとアズールだ。近年の研究で陸の金鉱山よりも海底の熱水鉱床の方が金の含有率が高いことが判明しました。ええ、地中深くから噴き出す熱水には貴重な金属が溶け込んでいることが多いんですよね。そう、しかもこの辺りはまだまだ未開発の海域。もし僕がここで金鉱脈を見つければ工業界のトップになるのも夢ではないかもしれません。さあついてきなさいジェイド、新たなゴールドラッシュの幕開けですよ。ええ、アズール、共にこの海底火山を制覇しましょう。アズール、夢の中でもあのキャラなのか。あれは本人じゃなくジェイド氏のイメージするアズール氏だけど、キャラ解像度は高いですね。そう、現実のアズール、自分で火山とか来ない気がすんだけど。あ、ジェイド見てください、あの熱水噴出口のそばキラッと光るあれはもしかして金ではありませんか。本当だ、早速大粒の砂金を見つけるとはさすがの目ざとさですアズール。しかしあんなところに手を突っ込んだら無事では済みませんよ。噴出口など一時的に氷の魔法で塞いでしまえばいい。熱水が止まったところで素早く金を拾えば見ていなさい、これ噴出口よ。さすが、お見事ですアズール。僕にかかればこんなものです。あさあ砂金を。あっち、あ、氷で塞がれた熱水が逆流し別の噴出口から勢いよく飛び出してアズールに襲いかかっている。あっち、大丈夫ですかアズール。少しだけ腕が赤くなってしまいましたが、ほらこの通り砂金は無事です。一度握った金目のものは離さない、さすがはアズールです。期待を裏切らない。この程度金鉱脈の夢を諦めてたまるものですか。8本の腕全てが赤くなろうとも僕は諦めませんよ。ええ、それでこそです。なんかアズール氏、ロケバラエティのコメディアンみたいになってない？普段からあんなものじゃないですか。岩をめくっては砂金を探している。以前見かけた自販機の下の小銭を探すラギーのようだ。いくらアズールが金目のものが大好きだからってさすがに本物はあそこまでやらねえって。ちょっと自信ねえけど。